これがプリンです。あ、すごい。さくらんぼ。さくらんぼ欲しいね。うん。マンゴー。マンゴー乗せてくる。ね、美味しそう。うん。うまい。安定の美味しさ。うん。なっちゃんプリン食べてみれば。プリンのかき氷。あんま好きじゃないから。オッケー。おいしい、うん、味めっちゃプリンふわふわ、おいしい。マンゴー食べてみ、うん、おいしい。めっちゃずっと泣いてるわ。あれドラムタンバリンじゃない、でもタンバリンとかタピオカ大きいな。大きい。これを焼いて、中火でこれから。美味しい。イオンで黒糖ほうじ茶ラテ頼んだよ。あ、そうな。すげえ。こういうのを乗せたのが美味しそう。チーズティー。チーズでしょ。そうですそうです。これチーズティー。めっちゃ美味しそう。これかき氷かけたら美味しいんじゃないですか。これはティラミスのかき氷はこれ実は。へえ。そうなんじゃ。間に。今食べようかな思うとるなんか黒糖ミルクか。黒糖系で一番どれが売れてます。黒糖ミルクです。黒糖ミルク。黒糖ミルク。うん。じゃあ黒糖ミルク。黒糖ミルク。はい。食べた？美味しかった？あれ消えたの？はい。黒糖ミルクです。黒糖ミルクできたよ。あ、黒糖うめえ。飴からめっちゃ。うん。うん、あ、食べた久々に。美味しかった。美味しかった。美味しかった。黒糖美味しかったな。うん。かゆいよこれだから。かゆい。足もかゆい。ほんまじゃ。あんまだってここあんまもかき氷とかタピオカ飲まんけどここ来てるもん飲んだ。うん。かき氷はもう超絶美味しい。うん。タピオカも美味しかった。大きいよね、一個一個が、うん、タピオカがな。はい、じゃあ本日2回目のクッキージャーさん来ました。美味しかった。黒糖が美味しかったな。うん。今日は平日なんですけど、で、まあね、僕ここ美味しいなと思ったんで、僕の新しいステッカーがねできたんで、新しいステッカーをここに置くんで、欲しい人はねクッキージャー、倉敷クッキージャーって多分創作したらインスタグラムがあるんで、まあ、普通の僕もネットで倉敷クッキージャーって創作したら多分出てくるんで、倉敷市のねちょっと駅からちょっと歩いたとこなんですけど、だから創作って検索じゃんで多分駅からどんぐらいですかね、もう10分ぐらい、10分ぐらいで、土日祝は駐車場があるんですけど、平日は駐車場ないんで、平日はねちょっと他のコインパーキング止めてきてください。でとりあえずね100枚ぐらいステッカーを、新しいステッカーをここに100枚ぐらい置いとくんで、で、まあ、ステッカーまだできたばっかりの、まだ全然配ってないんですけど、2、3人ぐらいかな配ったの、2、3人ぐらい配ってまだできたばっかりのステッカーをここに店員さんに渡しとくんで、でね、まあ、ここ来てステッカーください、ステッカー置いとこうか、この辺に、ここ置いとくんで適当に取ってください。ステッカーここ置いとくんで、このお会計、ここお会計ですよね、ここお会計でここ置いとくんで、もうね取ってください。で2人組でもカップルで来て1個シェアしても、別に2人2枚ステッカー取って飯、家族5人に来てタピオカ1杯2杯でも飲んで、ステッカーも5人分もう取ってもいいんで、1人1枚もう取ってください、いっぱいあるんで。
で、まあ、できたらね、このインスタグラム、インスタをシェアできたらなって感じ、まあ、シェアしたら150円引き、インスタを写真投稿でタグ付けて50円引きなんですけど、まあそうですね、できたらシェアもしてください。まあ、なんで僕がここまでするかって言ったら、やっぱ倉敷の店なんでね。で、結構僕、倉敷もこういう似た店あるんですけど、タピオカの店って結構あるんですけど、かき氷はね、なかなかないよな、ほんまにあれは、うん、ほんまに美味しいけん、みんな来てほしいっていう感じで、僕は今回ステッカーをちょっと置かせてもらいます。はい、100枚あるんで、ぜひぜひ好きなだけね、取って帰ってください。クッキージャーここに置いとくんでね、はい、そんな感じで週に1回ぐらいこう来ようかなって感じです。はい、じゃあね、ここにステッカー置いとくんで、タピオカかき氷食べてステッカーをゲットしてください。以上、チャンクでした。